ほちゃんとれいちゃんとみんなで楽しくやってるユニットです。ま、私が一番だけどね。あ、なんでもないわ。得意なイラストやデザインを生かした VJ をやってるの。甘いお菓子が好き。あ、でもポテチとかも好きかな。お菓子だけで十分じゃない？エゴサじゃなかった。私イラストが得意なの。ほら、このイラスト見たことない？え？ない？ないの？それはやっぱりムニちゃんよねって言いたいところだけど、そうね、あえて言うなら例のことかしら。見えて結構一緒にいることが多いのよ。この間タピオカミルクティーを飲んだことないっていうから飲ませてあげたら目を丸くしていたわ。あんまり人のことは気にならないのだけど、確かラブリー担当っていう、そう、ビキビキの清水エゾラ。このムニちゃんとキャラ被ってない？私は唯一無二だからいいんだけど。え、キャラを作ってるんですか？って作ってないわよ。あなた、いいところに目をつけるわね。あれは私が作った猫型プレイヤー。かわいいでしょ。だからみんなもぜひ私たちのライブ見に来るのよ。あ、フォロワー数また増えてる。うんうん、その調子その調子。コメントもいい感じね。ま、これくらい当然。もっともっともっとムニちゃんを褒めるのよ。あ、でもこいつはミュートしとこう。上から目線のコメントはノーノーノー。うん、分かってる。トースト焼いて食べたから大丈夫。昨日も遅かったんだから寝てていいよ。はーい、行ってきます。まあ仕事が大変だからしょうがないわよね。別に寂しくなんかないわ。子供じゃあるまいし。さ、行こう行こう。ムーニちゃん、遊びに来たよ。あんた、休み時間のたびに来るけどクラスに友達いないの？いっぱいいるよ。でも、ムニちゃんともお話ししたいの。そう。でも、悪いけど、私はいろいろやることがあるの。そっか。でも大丈夫。この後、レイちゃんの教室にも行ってくるから。どんだけ教室をはしごしてるのよ。今度数えてみるね。別にいいわよ。そんなに知りたいわけじゃないし。よし、レイちゃんのとこ行ってくる。それじゃまた後でね。あ、何よリンクったら。まだ時間あるじゃない。しょうがないか。話したい人が他にいるわけでもないし、イラストのラフでも描いて時間潰そう。リンクって昔っからああなんだから。いつも明るくて、私以外の友達もたくさんいて、それで私はいつも、やめやめ、考えたらイライラしちゃう。絵に集中して忘れないと。
ったから、今度は静かな感じで。私？いや違うけど。なんで私だと思うわけ？どうしたの？京子ちゃん調べ物してたの。それでね、ってな感じで。それは意外。何よそれ。今日は悪くない一日だったかもね。誕生日が近いんだったっけ？
願いしてあげてもいいかな。そうだよね。うん。あげるからには最高の誕生日プレゼントにしないと、私の気が済まないのよね。けど、いざプレゼントとなると、意外に難しいな。変なものをもらっても邪魔になるだけだし。ウニちゃん、どうしたの？え？なんかさっきからぼんやりしてる。調子でも悪いの？今日は練習休みにしようか？そうですね。無理はよくありませんから。別に！可愛いムニちゃんは今日も元気いっぱいなんだから。ただちょっと、考え事をしてたっていうか。うんうん。どんな考え事なの？まあ、いいか。ちょっと人にね、誕生日のプレゼント送ろうかと思ったんだけど。何をあげようか迷ってたんだね。そんな感じ。ドーナッツ。え？ドーナッツの盛り合わせがいいよ。リンク、さすがに今日のおやつとは違うんだから。え、マホちゃんの今日のおやつドーナッツなの？いいな。そうじゃなくて。では今日は帰りにバイナルに寄ってみんなで食べましょうか。レイちゃん、それだよ。わーい、みんなでドーナツ。みんなでドーナツは放課後の楽しみにするとして、やはり大切な方への贈り物でしたら置物にしましょう。反物から選んだこだわりの品を差し上げれば一生使えますから。いいアイデアだけど、それ一体いくらかかるのよ。ダメでしょうか？ダメっていうわけじゃないけど、とりあえずキープ。そのアイデアはキープね。真帆だったらどうする？私？それはやっぱりあげる人のパーソナルデータが重要になってくると思うんだよね。性格や好みから傾向を類推して。無駄に理屈っぽい。え、そうかな。というかプレゼントって誰にあげるの？え、別に誰だっていいじゃない。あ、制作するつもりはないんだ。親しい人なら手作りって手もあるかなって思ってね。手作りか。手作りか。普通に考えれば真っ先に思いつくのは手料理とか、あと編み物なんかもポピュラーだけど、どっちも無理。逆に私が得意なことで手作りするとなると、私らしいものってなんだろう。得意なのは絵を描くことだけど。そういえばママのスマホのカバーボロボロだったな。それに確か、あ、これだ。好きな絵や写真を送るとオリジナルのスマホカバーを作れるサービス。これこれ、これこそ私が送るプレゼントにふさわしいんじゃない？バレながらナイスアイデアかも。とはいえさすがに今からイラストを描くには時間がないし、だとすると今まで描きためたやつから気に入ったのを選ぶしかないけど、こっちのフォルダは比較的最近で、こっちのフォルダは前のやつ。昔のフォルダもっと整理しなきゃ。けど確かあの絵はここに入っていて、あった。
感じでイメージぴったり。これで最高のスマホカバーの完成が約束されたようなものね。よし、プレゼントはダイニングテーブルにセット完了。ママはまだ寝てるだろうから、私が学校に行っている間に気づくはず。驚くこと間違いなし。さすがマニちゃん、完璧な作戦ね。ガチャ、足音がまっすぐにダイニングの方に。後ろ